はい、こんにちは、116ウィンズです。レギュラーシーズンも残り15試合16試合程度ということで、シーズンの終わりも近づいてきました。今季はロックアウトの影響で開幕が遅れるという異例のシーズンでありましたが、最終的には162試合フルでスケジュールが組まれ、そして無事にシーズンも終わりそうということで、一人の野球ファンとしても本当に良かったなと思っているところですが、そろそろ今季を振り返るような企画もやっていこうかなと思います。ということで、今回は今季予想外のブレイクを見せた選手について話していこうかなと。毎年まあ開幕前の時点ではそこまで期待されていなかった選手が意外な活躍を見せてチームにインパクトを残すという光景は球界のどこかしらで見られるものですが、個人的にこの選手がここまでの活躍を見せるとはちょっと予想できなかった7人の選手について今回は話していきます。1人目はガーディアンズのスティーブン・クワンですね。ガーディアンズの躍進を予想できた人は多分少ないと思いますが、その中でもクワンの活躍はひときわ大きなものだったのかなと。もともとは2018年ドラフト5巡目指名を受けてプロ入りを果たすと、マイナーではソリッドな活躍は見せていたものの、参加内トップ30にギリギリ入る感じで、ものすごく高い評価を受けていたわけでもありませんでした。ただスプリングトレーニングでの活躍によって開幕ロースターの座をつかむと、開幕から空振りをせず打ちまくったことで一躍話題に。さすがにその後は研究されて少し成績を落とすこともありましたが、ただシーズン全体では132試合で打率2割8分9厘、コンタクト能力の高さが特に際立っていて、打席に占める三振の割合 9.3% は規定打席に到達した選手の中では MLB で2番目の少なさ。レフト守備も DRS プラス18と大幅なプラスを稼ぎ出すなど超優秀で、ガーディアンズ不動の1番打者として今季大きなインパクトを残しています。いい意味でいやらしいバッターが多いガーディアンズ打線で、特にクワンはピッチャーからしてもどう抑えればいいか困るタイプの選手ですよね。2人目はマリナーズのカル・ローリー。ローリーはマイナー時代は強打のキャッチャーで、未来の正捕手として期待されていた選手ではありましたが、ただ昨年は OPS5 割3分2厘、昨年の様子からしてさすがに MLB への適応にはまだ時間はかかるかなといった印象で、今季も開幕から31打数2安打とひたすら打てず、一時はマイナーで再度調整するほどでした。ただ直後にトム・マーフィーの長期離脱が決まり、すぐに MLB に呼び戻されると、ここから飛躍。アベレージこそ高くないもののパワーが MLB レベルでも通用し始め、今季 OPS7 割4分9厘、ホームラン23本、基本下位打線を任されますが、それでこれだけ打ってくれるのは頼もしい限りです。守備面でもフレーミング、盗塁阻止ともに成長が見られ、投手陣からの信頼も非常に厚く、もはや攻守に欠かせない存在ですね。ウィンザオリプレイスメント 3.7 はリーグの全キャッチャー中3位の好成績で、今季のマリナーズを語る上ではフリオと並んでローリーの台頭もまた大きな要素なのかなと感じています。3人目はブレイブスのマイケル・ハリス2世。今季開幕前の時点のベースボールアメリカのプロスペクトランキングでは球界全体46位のトッププロスペクトでありましたが、ただ昨年ハイ A でようやく1年間プレーしたばかりでしたので、さすがに MLB への到達にはもう少し時間を要するだろうというのが大方の予想でした。ところが5月下旬に MLB 昇格を勝ち取ると、本当に昨年までハイ A でプレーしていた選手なのかと疑うほどの活躍を見せ、ここまで98試合でホームラン18本、 OPS 8割8分6厘、ウィンザーボールプレイスメント 4.6、 マネーマイクの愛称の通り勝負強いバッティングもまた印象的で、アクーニャが昨年の怪我の影響でまだ万全でないブレイブスにとって、ハリスがセンターでステップアップしてくれたのはどれほど大きかったことか。というかオフにブレイブスはマット・オルソン獲得にトッププロスペクトをつぎ込んだはずなのに、このハリス、ストライダー、グリソムと若手がどんどん台頭してくる育成力どうなってんすか。4人目はドジャースのトニー・ゴンソリン。ゴンソリンは投げれば一定、あるいはそれ以上のピッチングが見せてくれる選手でありますが、開幕前時点のローテーション3本柱がビューラー、ウリアス、カーショーのチームで、さらにヒーニーや保険をかけてアンダーソンとも契約したドジャースでは、ローテーションの枠が初めから確約されていたわけではなかったのもまた恐ろしい。スプリングトレーニングの結果、贅沢な4番手、5番手としてゴンソリンは開幕を迎えることになりましたが、しかしまさか23先発で防御率 2.10、ウィンザーボリプレイスメント 4.7 もの成績を並べてサイヤング賞争いにまで食い込んでくるとは。さすがに怪我の影響でイニングの絶対数が少ないことから受賞することはないとは思いますが、ただこれほどのピッチングを見せるとは思いませんでしたし、タイラー・アンダーソンと共にローテーションを牽引する存在になるまでとは正直思ってはいませんでした。5人目はダイヤモンドバックスのメリル・ケリー。韓国から逆輸入という形で MLB デビューしたウアンは、タイプとしてはイニングをしっかり食ってくれる先発4番手、5番手タイプだったはずなんですが、今季33歳にして飛躍。29先発で防御率 3.01、 ウィンザーボールプレイスメント 4.1 と一流の成績を並べ、同じく飛躍の1年を送っているザック・ガレンとともにダイヤモンドバックスローテを支えていますよね。
豊富な球種で相手を抑える術をいくつも持っているケリーというピッチャーですが、今季はメインで使っているフォーシーム、チェンジアップ、シンカー、カッター全てが有効な球種となっていて、ベテランらしい投球でハードヒットをうまく避けている印象です。昨年比で全球種平均でプラス1マイルと、ボール自体が速くなった影響ももしかしたらあるかもしれませんね。ケリーは開幕前にダイヤモンドバックスと来季からの2年契約を結んでいますが、その球団の判断の正しさを証明するかのようなシーズンとなっています。6人目はカージナルスのライアン・ヘルズリー。個人的にヘルズリーの印象は、球はとにかく速いけれども、いまいち安定感に欠けていたり、怪我やコロナ感染で投げられなかったりという印象があって、実際2020年、2021年の防御率はそれぞれ 5.25、4.56、それが今季一転して誰にも打てないクローザーになったわけですよ。もともと速かったフォーシームはさらにスピードアップして、昨年比で平均2マイル増加の平均 99.5 マイル、最速はなんと103マイル。これに加えて縦に鋭く変化するスライダー、これも最速94マイル出たりするわけですが、こんなん打てないですよね。圧倒的なボールを持っているがゆえに、ボール球でも以前と比べてかなりスイングしてもらえるようになり、フォアボールも激減、結果初めてのオールスター選出、50試合で防御率 1.19 と圧巻の成績を残すリリーバーになったわけです。カージナルスはまず間違いなくポストシーズン進むでしょうが、ヘルズリーの支配力が生きる場面もきっとあるはずです。最後はオリオールズのフェリックス・バティスタ。プロデビューが18歳ながら、 MLB デビューは今季27歳のシーズンと、遅咲きのリリーフピッチャーですが、オリオールズブルペンに今や欠かせない選手ですよね。昨年はマイナー3階層で防御率 1.54 と結果を残したんですが、マイナー時代を通して常にフォアボールの多さにも悩まされてきたバティスタ。ただメジャーでは平均以上の水準でゾーンに投げ込めていますし、ボール球も平均以上の割合で振ってもらえているおかげか、フォアボールを抑え込んでるのが好成績につながっているんですかね。ボール自体も平均 99.1 マイルのフォーシームに、スプリットのコンビネーションの相性が抜群で、61試合で防御率 1.60、 ウィンズ・オブ・リプレイスメント 3.1 は MLB の全リリーフピッチャー中トップの成績。本当にあれだけ時間をかけてメジャーに上がってきた選手なのかと疑う内容の良さです。オリオールズがプレーオフ争い中ながら、今季ブルペンでブレイクを果たしたホルヘ・ロペスをトレードする大胆な判断に出ることができたのも、このバティスタの存在あってのことですし、ロペス不在の影響も感じさせないくらい、ブルペンで大きな役割を担っているルーキーです。ということで、予想外のブレイクを見せた7人ピックアップしてみましたが、こういった意外な選手の活躍、ブレイクが今季の戦いに影響を与えている部分もありますよね。マリナーズで言えばローリーの台頭は大きなものでしたし、今回は結構コンテンダーのチームの選手が中心でしたが、彼らがチームに与えたインパクトというのもやはりなかなか大きかったんじゃないのかなと。今回は個人的に選んだ7人のご紹介でしたが、皆さんにとって予想外だった選手のブレイク今季ありましたか？よければコメント欄で教えてください。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。